どうもー、右手が茨城県の形になってます。どうも、茨城県スマス芸人のスペンギンです。はい、私がデレスケです。はい、山中貴俊です。さあ、ということで今回はですね、はい、この山登って我が町の名山ということで、はい、茨城県の名山をご紹介したいと思います。名山です。はい、どこに来てるかと言いますと、茨城県日立市にあります神根山でございます。あっち側ですね。はい、あちらでございます。あっちの方に頂上があります、きっと。はい、あちらに神根山の頂上ございます。我々今麓あたりに来てるわけですからね。そうです。登山口の入り口のところにいましてですね、はい、だから今日は登山でございますよ。そうです。この辺りはですね、うん、通称日立アルプスと言われておりまして、もう非常にね、数々の名山がたくさんあるんです。そうなんですよね。もうこの神根山だけじゃなく、お岩山とかね、はい、たくさんいろんな山が周りにあるんですよ。お岩さんしか読めなかったんじゃない、もしかして今。ね、難しい読み、高鈴でいいのかなとかね、ちょっとね漢字があれでしたけど、ハイキングとしても登山としても人気です。はい、うん、ということで結構ね、今回登る神根山は初心者にもおすすめの、コースとなっておりまして、はい、そして今現在我々はここにいます。ここですね。はい、P でございます。ここに車止めております。我々は神根山に行くので、こう行って、はい、こう行って、はい、こうでございます。まあ休憩しながらでもまあ約1時間で、まあきっとそんな感じでしょうね。登れると。まああとここはね、はい、ただ山というだけじゃなく、はいはい、すごい古いね、そう地層があると。地層ですよ、地層。すごい古いってどのぐらい古いのかと言いますと、はい、約5億年以上前の5億です。億、日本で発見されているものの中では一番古い地層というふうに言われてますんで、はい、まあもしね、このまま、はい、ここの地層が日本で一番古いとするのであれば、はい、日本列島はこの日立市から始まったと。そういうことだよ。言ってもおかしくないわけでございます。この、はい、山とかね、この辺一帯が結構そういう感じなので、普通に出てるっていうか、普通に出るんですよ。あ、ここって5億年前からあったんだっていうのを感じながら登ることができる、ということでね、はいはい、もう私は早く行きたいんですよ、最初のスポットに。あ、本当ですか。最初のスポットに早く行きたいんですよ。最初のスポットなんですか。最初のスポットに行きたいんです。ちょっとわかんない。トイレに行きたいの。ああ、本当です。ちょっとトイレ行きたいね。トイレまで20分、登りは20分かかるんで、もう早く行きましょう。まあまあでもね、まあ他にもいろいろ多分説明したいこともありますので。もういいでしょうね。お願い。もう違うのよ。大なのよ。ああ。大なのよ。小じゃないのよ。大なのよ。お願い。ね、20分なんで早く。やばい。まだあるな。遠いな、思ったより。やめてやめて、ちょマジでやめて、本当やめていいか。まだトイレまで。ちょやめて。あと10分ありますよ。やめて、本当にもう出ちゃうから。急いで急いで。本当にそういう出る、そういう本当にそういうので出るから。急いで。ね、本当やめて。急いで。もうすぐトイレ。もうちょ本当やめてね、ねマジでやめて。ちょもう本当出るんだって、そういうので。もうそういうので出るんだって。もう大きくなってんじゃん、さっきより。いいのめっけちゃった。いいのめっかたじゃないよね。あ、トイレ、あった。ほら、トイレ。とりあえずトイレ。あ、神根山はこっちだ。神根山こっち。神根山こっち。だ、トイレはまあこっちに。あ、あった。見える。右に。見える見える。トイレ嬉しそう。嬉しそう。あ、体力回復してる。まだ。あ、ちょっとさ、ペーパーがない。えペーパーがない。嘘でしょ。マジ。ちょうどいいのあった。ありがとう。もう草だよ。葉っぱだよ。え、本当にないの。本当にない。どうすんの。今いらっしゃった方がティッシュいただけるそうです。あ、本当に今の僕らを聞いててくれて、あ、すいません、申し訳ないです。わあ、本当にいいんですか。あ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いやー、もういや、すいません、本当に。あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待ってください。一定取ったらお返ししよう、もう行かれるそうなので。ある程度取った。あ、もう取った。はい、すいません、すいません、本当に。あ、いいんですか。あ、かしこまりました。ありがとうございます。すごいありがたい。このトイレに置いといていいって、差し入れ。いる。あ、すいません、ありがとうございます。助かりました、本当に。すごいちょうどいらっしゃった方がやっぱもう慣れてらっしゃるんでしょうね。もうトイレットペーパーも予備まで持たれてるということで、まあ1個ここに置いていいよということでくれました。助かるよ。まさに神だね。へい。いやー、まさに神だったね。聞こえてたよ、ずっと。聞こえてたんだけど、ねえ、いや本当に嬉しいってか助かった。いやそうよ、これだって、ね、最中に話しかけるのは良くないかなとは確かに思ったけど、それしてなかったら多分気づかずに通り過ぎてるからね。いやそうだよね。いやラッキーでしたね。一生分の運を使い果たして。いやー本当に運だけに。うるせえ。行きましょう、行きましょう。楽しくなってきた。さあこっからだからザッツ登山って感じがしてきましたね。道になりますね。細くなって道も舗装されてない、いわゆるザ・登山の道になります、こっから。だからその前にトイレはお済ませください。結構来たよね。結構来たね。あ、看板来ました、分岐点。あ、来た来た、分岐来ました。ここだ、ここですね。はいはいはい。上根さん、あと1キロ切りました。 0.9 キロ行きましょう。いやでも気持ちいいわ。おお、開けた開けた。すごい開けましたね。すごい景色。あっちまで今山の中にいるっていうのをすごい実感しますね。うん、こっちがもっと見えるもん、あっちの山まで。マウンテンビューだよ。マウンテンビュー。登ろう、行きましょう。いや、あとそうですね、これ見てください、これ下の石。はいね、いろんなこういう石、さっきからずっといろいろありますけど、これがもう約5億年前の石かもしれないわけですよ。そういうことですよね。5億年かもですからね。はい、前の地層であることは間違いないので、この石とかがそのカンブリア紀の石かもしれないということですね。そうですね、こう岩とかが完全に。さあさあ、頂上ですよ、頂上。頂上がちょっとすごいですよ。いいのいいの、行きますよ、頂上の景色です。どうぞ。いやーすごい、見てこれでございます。いやーすごい、これが上根山の頂上、山頂からの景色でございます。いやー、また今日天気いいから海がすごい綺麗。まずはね、日立のシンボルでありますね、大煙突が見えるんですよ。見えますね、大煙突が見えまして、その下行くと日立の市街、そしてその後ろにはでっかい太平洋ね。いや綺麗。水戸黄門でおなじみの、水戸光圀公がですね、ここに来て日の出を見た時に日の立ち上るところ領内随一と。もうここはとんでもなく日の出が美しい場所だということで、その日立という名前の由来になったと。そうだ、ここを日立と名付けようということで、ここが日立市に、日立になったわけでございますね。見たいですよね、日の出。日の出見たいですね。でもね、今もうお昼過ぎなんでなかなか日の出は見れないと思います。日の出見れたらラッキーなんですけどね。今日はちょっと日の出見れません、すいません。あれ、日の出です。約1時間ちょっとで、このね山頂まで来ることできましたので、本当初心者の方でも、気軽にね来れる登山のね道となっておりますんで、ぜひ来ていただきたいと思います。ということで今回ですね、茨城県日立市の上出さんをご紹介させていただきました。おります。おりましょう。